お互い飽きてから来た頃だったからちょうどよかったんじゃないかな。40くらい、泣かないで、暗くならないで。今回はかっこいい順列みたいなざっくりいうイメージとしてはそういう要素なのかな。かっこいいかどうかは別として、あの感じ会いてえな、ほんと何してんのかな。マジ会ってないですよ、100日ぐらい。でもまあお互い来てから来た頃だったからちょうどよかったんじゃないかなと思いますよ。あんまりね、会いたい会いたいっつってね言ってたって会えないもん、会えないし。だからまあどうなることやらなんだけどね、まあ、僕らはライブのことを愛って呼んでますから、愛に飢えてるその皆さんにあのお届けする愛をくださいというね、僕らも欲しいんです今。お客さんの歓声が、愛という名の歓声が、ドンチュークライがね、もうだから僕の中ではもうダブルミーニングで、クライは英語で泣く、泣かないでっていうのがドンチュークライなんですけど、要するにインで踏むとクライ、明るいクライのクライ、ドンチュークライ、暗くならないでっていう意味を込めまして、これを見て笑顔になることでこのプロモーションビデオは完成すると思いますので、ぜひ見て笑顔になってください。ドンチュークライ、泣かないで、暗くならないで。なんかでも前作とかね、なんかみんなでハッピーハッピーみたいな感じだったけど、どちらかといったらこうなんか切なさとかそういうイメージの曲ですかね。曲調とか、うん、歌詞の世界観とかも。前回が楽しい順列で今回はかっこいい順列みたいなざっくりいうイメージとしてはそういう要素なのかな。まあ、かっこいいかどうかは別として、まあ一人の女性がこうもうずっと長いこと家にずっと過ごすみたいなところから、ちょっとその持ってたライブチケットとかがね、ライブが中止になってしまってて、だからその主人公の女性がこうファンの方のリアルにこう重なればいいかなと思います。マダムのおばちゃんね、もう寂しすぎて泣く人多いんですよ。でも僕はやっぱこうマダムのやっぱこう涙なんか見たくないですからね。やっぱあのいろんなところに追っかけてくれるファンの皆さんもいれば、そうじゃなくてその土地土地にね来てくれるファンの皆さんとかいたんでね、だからやっぱりそういうことを考えるとね、いつもしょっちゅう会えた純烈のメンバーがこういったことでね会えなくなっちゃうっていうのはすごくこう寂しいことですけどね、またみんなでねこう笑い合える日が来ればいいなと思いますけどね。どうも純烈のマダムのおばちゃん、ね、ああ行っちゃったね、おばちゃんね、ああおばちゃん行っちゃいました ね、 ね、あおばちゃんじゃなくてあれオスだったっすね、おちんちんついてました、あれ自由だなあいつ、自由ですね、自由って言ったらおばちゃんですよ、おばちゃん自由だもん、関係ないから本当にあの感じ会いてえな、ほんと何してんのかな。いや音声も声極端なくていいから普通に電話してて、ということで愛をくださいドンチュークライの、ミュージックビデオの撮影が終わりました。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ねえねえねえ、今何時ですか。もう11時10分かな。わお、11時20分。ここ調子なんで、2時間半かかって都内に帰るとですね、電車が動いておりません。わお、まああの今日は、天候がね、その夜を狙いたいけど、大雨の予想もあって、ね、まあ、あの早めに入らせてもらって、はい、明るいバージョンも実は撮ってるわけよ。そう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 、だからまあどうなるかはもう編集次第なんですけど、
今日の感想、白川さんどうでしたか？いやーまあ本当にね、天候もそうですけれども、やっぱこうスタッフさんがね、本当こうびちょびちょになりながら、うん、僕たちのためにね一生懸命頑張ってくださったので、やっぱりこれはね僕たちも期待に添えるようにね、頑張ってねいいお芝居ができればなというふうに思いながらやらせていただいたんでね、きっといいものができてるんじゃないのかなというふうに思ってます。はい、マダムも喜んでくれると思いますね。小上さんいかがでしたか？そうですね、もう約12時間、本当にありがとうございました。まあ、前回は本当にファンの方々出ていただいて、全然前回の愛で縛りたいとかファンの方出ていただいたりしたんですけど、今回はもう女優さんと純烈だけっていうことで、ファンの方にお借りした力パワーに負けないように、と思ってやったんで、少しでもそういうなんか思いみたいなものが皆さんに伝わればいいなと思います。ぜひご覧ください。ありがとうございました。はい、ということで小谷さんいかがでした？はい、僕も、ここの現場に来て監督の方から僕たちが出ていない部分のパートの映像をちょっと先に見せてもらったんですけれども、うん、やっぱりねこの現場についてワンカット目もそうだったんですが、うん、後ろ姿の足元から始まる PV でそのシーンをここも撮ってたので、なんかねちょっと若い女性の足首フェチになりそうですよね。あらま、いいですね。それぐらいちょっとね印象的なシーンだったんです、うん、そしてやっぱり純烈の PV としては、まあ、初と言ってもいいぐらいのやっぱドラマ性が高いのと、うん、もうね正直自分たちが出ていないところだけで完結でええんちゃうと思うぐらい出来が良かったんですよ。歌ってる本人なのに自分たちが出ることでぶっ壊すんちゃうかっていう心配ね、それもちょっと抱えながら撮ったんですけれども、やっぱり今回は監督はじめ今もカメラ回してもらってますけども、照明とかにも細かいところまでディテールにこだわりにこだわっていただいて、そういう素敵な芸術を作ろうとしたこの愛をくださいドンチューくらいの MV をですね、ぜひ皆さん作品として見ていただきたいと心より思いました。本当にありがとうございました。楽しかったです。はい、まあ本当に長丁場ご苦労様でございました。コロナがなければまた違った愛をくださいドンチューくらいになったと思うんですけど、まあいろんなことを練り込んでいろんなことをひらめきながら、スタッフさんにも協力いただいて、今回は後半の後半にやっと純烈が登場するような、そういった作品になっております。いわゆるなんていうのかな、こういうミュージックビデオを純烈がやるとこんなにかっこよくなるんだぞというのも、お見せしたかった部分でございますので、ぜひとも、楽曲ともどもですね、また一味変わったというか、なんか普通のアーティストみたいじゃんみたいな感じで、キャッキャ楽しんでいただければ、本望でございます。まああんまりもうこれ二度と言いませんけどね、この曲に込めた思いは、彼女の思いはあなたの思いと重ねていただいて、その思い以上に本当に純烈も、みんなに会いたかったんだよっていうことを、この曲を通して、お伝えしたかったので、そういう部分が映像の中から音楽の中から、感じていただけると、すごく嬉しいです。愛をくださいドンチューくらい何度も見てね。